大学の方で試合にちょっと出れなくて、3年の最初の方、監督にちょっとポジションないよって言われて、でその時に俺はちょっとサッカーやめようかなと思ったんですけど、全然自由になってしまって、4年の夏までできなくて、そうなるぐらい、沼津に帰りたくて。なんか急に吉田さんから、ケンさんから電話来て、俺秋田行くことになったんだけど、みたいな。まあ、ケンさんが行くなら、自分も行こうかなと思って秋田行きました。なんか僕たち代ぐらいまでは、結構あのジュビロの、あの方針として大学に行かせるってまたジュビロに戻すっていう結構方針強くて、で僕自身もまあそんな高校卒業してすぐプロになりたいっていう意思があんまなくて、まあ高校1年生の時にあの今の二校上の望月天吾っているんですけど、その選手にあの関西大学の話をよく聞いていて、まあ1回大学で経験してからやっぱプロになりたいなっていうのがあったんで、そんなにプロになりたいっていうのはなかったですかね、高校卒業してからは。自分も高校2年生から3年生の最初ぐらいは結構な、昔サテライトリーグってあって、そこにも結構出させてもらってたんですけど、3年の途中で呼ばれなくなったのと、あとまあトップチームに上がれないってなって、その時にまあ監督が大江野さんで、まあ早稲田行けばいいんじゃない、本当にでもそんな感じで言ってもらえて、じゃあ早稲田行けるなら受けようかなみたいな感じで早稲田受けました。早稲田に入ってからはどんな生活でしたか？いや俺は初めての寮生活を経験して、早くもう沼津帰りたくて、俺は大阪と違って結構あの沼津と東京近かったんで、毎週のようにオフは沼津に帰って、で大体日曜日試合だったら日曜日の試合親が見に来て、それ車に乗って帰って、で月曜日オフなんでそこに大学の授業を入れずに、火曜日の朝、まあ、お昼ぐらいに東京に着くように帰ってみたいな生活をでも結構続けてましたね。関西での生活はいかがでしょうか？そうですね、最初は本当あの泣きそうになるぐらい本当沼津帰りたくて一人暮らしは、まあ、やっぱ初めてだったんで、毎日のようにあのお母さんとかに電話して、はい、こんなことあったよとか、最初は怖かったっていうか、1年生の途中とかからはちょくちょく試合に出させてもらえるようになって、なんか入った時に結構あの卒業してから遊んでしまって、だいぶ太った状態で大学入学して、で監督にもなんか太りすぎじゃないみたいに言われて、はい、はい、なんで最初やっぱトップチームに入れてもらえなくて、でまあ徐々にあの慣れていって、はい、トップチーム入れてもらって試合に出させてもらうようになった感じですかね。でもだいぶやっぱ寛大、僕1年生の時4年生上手い人ばっかで、まあ、その中で試合に出れたっていうのはすごい大きかったですかね、自分の中で自信になったっていうか。純也選手は入学してから割とすぐ A チームに入れた感じですか？ A チームにはもうずっといましたね。でも試合には全然出てないです。でもユニバに入ってたんですけど、大学の方で試合にちょっと出れなくて、3年の最初の方、なんかユニバの海外遠征が1月2月にあるんですけど、2ヶ月ぐらい、はい、2ヶ月行きっぱなしで行って、で4月からリーグ戦開幕で、俺3月の中旬ぐらいにやっとチームの方に合流して、いざ戻ってきたら監督にちょっとポジションないぞって言われて、まあ前期の途中 6試合ぐらい出れなかったのかな。でその時に俺はちょっとサッカーやめようかなとか思ったんですけど、幸いにもユニバーの方で選ばれ続けれたっていうこともあったんで、まあなんとかまあもうじゃあ大学はいいからユニバの方で頑張ろうって思えて、なんとか続けてましたね、その時は。大学3年の夏に前十字靭帯やってしまって、でそこから1年間、もう4年の夏までできなくて、夏のソルジャー靭帯が9月になったんですけど、最後20分ぐらいちょっと復帰できて、でその試合であの同じジュビロユースから行った竹下莉央が、その試合で鎖骨を折ってしまって、大靭帯が終わって、
サヌキの練習参加に、多分レオが行く予定だったんですけど、行けなくなったんで、多分その枠で僕が行ってきてみたいな感じで、多分言われて、なんかなんで僕が行くのかなみたいな感じだったんですけど、まあ、そこでちょっとは、サヌキの方の目に留まって、で、まあ、怪我しててもアスルクラルの方は、取ってくれるっていうのは話があったんで、まあ、どっちかずっと悩んでる状態でしたね。12月ぐらいまで。ジュニア選手は大学卒後、ドイツに行かれたわけですけど、このちょっと経緯とか。そのユニバの事前合宿みたいな感じで、ドイツ遠征に行って、なんかドイツのプロチームと試合して、やっぱその試合に、まあ、ドイツのスカウトの人とかも見に来てくれたりとかしてて、その時にまあ、たまたまというか、まあ結構調子良くて、これ少しドイツでもちょっと勝負できるんじゃないみたいなことを言われて、自分もなんかプロイコール J リーグだと思ってたんですけど、海外行けるチャンスってこういうなんか今しかないのかなと思って、ちょっとチャレンジしてみようかなと思って行ったっていう感じですかね。一応自分が行ったのが3部リーグで、3部リーグまでが全国リーグみたいな感じで、まあ、2部でやってた選手がいたりとかしたんで、結構レベルは高かったんですけど、どうですかね、自分はサッカーのレベルというかはやっぱり語学のところで結構苦しみました、ね、やっぱディフェンスの選手って喋れないと、もう戦術も理解できないんで、監督から信用されないから全然使われなくて、そこが一番きつかったですかね。で、一旦日本に帰ってきて、本当はもう一回ドイツチャレンジしようと思ったんですけど、まあなかなかチームが見つかなかったりとかして、っていう間になんか J リーグでのその登録期間みたいのが過ぎちゃって、帰ってきた年の半年は J リーグに、だからもしどっかに移籍できても、そこでは半年間出れないっていう風になっちゃって、まあそういう状態の選手をなかなか取るっていう風には、どこのチームもならなくて、で、地元のっていうか、まあ、静岡県の藤枝が、まあ、試合は出れないけど、とりあえずは練習参加っていう形で参加してもらって、次の年から、まあ、契約してもらえれば、みたいな感じで言ってもらえたんで、藤枝でお世話になろうかなって思ったっていう感じですかね。あ、じゃあ、半年間試合出れなかった？あ、そうです。だからもう半年間は、ずっと練習参加だけの期間ですね。秋田は多分自分が大学卒業するときからずっと声かけてくれてたから、まあちょっと行こうかなって思ったけど、なんか監督変わるって話を聞いて、はい、じゃ監督変わったらその監督が俺のこといらないっていうかもしれないと思ってたんで、監督が誰か決まってから行こうと思ったんですけど、あ、返事しようと思ったんですけど、なんか急に吉田さんから健さんから電話来て、俺秋田行くことになったんだけどみたいな、一緒に行こうって言われて、まあ、ケンさんが行くなら自分も行こうかなと思って秋田に行きました。ケンシロウ選手は逆に、はい、まあ、怪我も多くて、まあ、いつまでサッカーで行けるか分かんないってのあったんで、おじいちゃんおばあちゃんも結構応援してくれてるんで、やっぱ近くで見せてあげたいなっていうのはあったんで、沼津の関係者に連絡させてもらったら、オファー出してくれるっていうことだったんで、去年沼津に帰ってきましたね。一人暮らししたんですけど、沼津帰ってきても、はい、でもやっぱ実家が近くなるんで、ご飯の面とか栄養の部分だったりっていうのはそこまでやっぱちゃんとできてなくて、やっぱ怪我とか多いのかなとか自分で思ってたんで、そういう面で実家でご飯食べれるようになってから、まあ、やっぱ体の感じが変わったっていうか、そういうのはやっぱでかいですかね。家族が近くにいてサポートしてくれるっていうのは、そういう部分ではやっぱり入ってきて、良かったなっていうのありますね。秋田と沼津の試合は結構テンション上がりましたけどね。沼津の試合もほとんど沼津に支配されながらもなんとかっていう感じでしたけどね。全然沼津の方がすごいしっかり繋いでこられて支配はされましたけど、なんとかっていう感じでしたね。やっぱりなんかちょっと特別な思いとかあるんですかね。始まっちゃえば別にそうではないけど、でも始まる前とか終わった後とか、まあ、ちっちゃい頃から一緒にいた健志郎と、まあ、ここでやるんだなとか、まあ、ここで試合したんだなって、で試合終わった後は喋って健志郎の家族に会ったり、まあ、自分のちょっとお姉ちゃんとかに会ったりとかして、
なんか不思議というか、まあなんか楽しいというか、はい、まあでもなんだろう、自分は藤枝の時に水野大輔くんっていう人がいたんですけど、はいはい、その人にはすごいお世話になって、でプロの厳しさとか、まあ、良さとかいろいろ知ってる人でもあったん で年齢も近かったんで、なんかいろいろ教えてもらったりとか、まあ、家族ぐるみで仲良くしてもらったりとかしたんで、結構そうですね、仲良くしてもらったし尊敬してますかね。サヌキの選手ベテランの選手が多かったんですけど、渡辺大輝選手は認定もすごくて、なおかつプレーもすごい上手くて、まあ、尊敬というよりはもう憧れっていう感じで見てましたね、ずっと。なんていうの、若手にも伝え方とかすごい上手で、めちゃめちゃ勉強になりましたね。そういうベテランの選手には驚きが多かったです。サッカーだけでなく、やっぱ沼津っていうその町自体を全国の人に知ってもらいたいなっていうのはあるんで、まあ、サッカーで頑張りつつ、もっとその沼津っていう町自体を知ってほしいなっていうのは僕の中ではありますね。すごい静岡のサッカーをする環境だったり、まあ、人も含め場所も含め、静岡出身の選手がプロの世界でこうやってやれてると思うんで、そこに対する感謝っていうのはすごい自分自身もあるし、みんな持ってると思うんで、まあ、本当に、まあ、静岡から離れた場所にはなりますけど、まあ、頑張ってプレーして結果を残すんで、応援していただければって思うんで、よろしくお願いします。お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。